はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ！はい、ジョー・バイデンね、はい、次期大統領と一応言われてるジョー・バイデンですけれども、自分の大統領の就任式、別名ですね、ディープステートの式典ですね。はい、1月の20日に予定されているディープステートの式典にですね、はい、なんとですね、自分の息子の愛人を登場させると、そしてその愛人にですね、国家独唱させるというですね、偉い情報が入ってきました。これ本当なの？いや、やばいよね。やばすぎるでしょ。レディー・ガガさんね、レディー・ガガさんがですね、1月の20日のですね、別名ディープステートの式典と言われているですね、大統領、ジョー・バイデンのですね、大統領就任式でですね、なんと国歌を歌うらしいです。で、皆さんご存知ですよね。リウッドさんがですね、おやーって出してくれたですね、ハンター・バイデンね、ジョー・バイデンの息子さんのハンター・バイデンのですね、やばい写真、やばい動画、もう一覧、集ですね、もうこれ X ビデオかなとか思うくらいのですね、やばい動画がいっぱいあってですね、もう俺何回ハンター・バイデンの一物見たんだろうと思うところなんですけど、この中にですね、スッポポンのハンター・バイデンとですね、スポポのレディーガガさんが映っていたと。もうセフレなんです。はい。セフレなのか愛人なのかちょっとわかんないけれども、この自分の息子の愛人をですね、自分のこの就任式に出させてですね、国家独唱させるという、もうやりたい放題です。しかしレディーガガ恥ずかしくない。まあ、どうなのかな。まあ、普段からなんか乳首吸いてるような服を着てますからね。あんな動画が出たところで、だからなーにーくらいの感覚なんでしょうか。いやー、すごいね。有名人の神経はすごいな。しかしこれ、恥ずかしくないのかな。いやー、でもすごいな、これ、バイデン陣営もやりたい放題でございます。しかもですね、これ見ていったらですね、就任式で、ね、まあ、国家独唱はですね、レディー・ガガさんと、はい、で、音楽パフォーマンスをジェニファー・ロペスさんと、そしてですね、なんと、司会者はトム・ハンクスということでですね、もうですね、これ、エプスタイン島オールスターズ大集合でございます。エプスタイン島のオールスターズ大集合という状況になってきております。これね、もうこんな情報がさ、今、アメリカ中で流れていて、アメリカの国民の半分がですね、トランプを支持しているこの中ですね、もうこんなイベントに登場すること自体ですね、有名人にとってはこれもう罰ゲームなんじゃないの、これ。いや、俺罰ゲームで、だってもう軍隊に守られてないと開けないような状況になってるわけでしょ。そこにまあよく登場してきますね、自分の裸体をあれだけ世界中に広められた後で。いやー、わからん、ディープステートの感覚はわからん。でもこのくらいの感覚がないと、あれだけ大規模な不正をやってですね、で、不正の証拠がね、あんだけいっぱい出てきてるにもかかわらず不正はなかったって平気で言えるわけですからね、こいつら。いやー、尋常な神経じゃない。しかもね、これを見た皆さんがですね、このディープステートの祭典でですね、何が起こるのかということをいっぱい予想もしてまして、まずはですね、おそらくですね、これレディーガガはハンター・バイデンとデュエットするんじゃないのかというような予想があったりとかですね、あとはですね、なんだろうな、このレディーガガの歌に興奮したジョー・バイデンがですね、またですね、バイデンジャンプを見せてですね、そしてまた足を骨折するんじゃないのかなという予想もあったりとかですね、もうなんかね、ちょっと面白かったです。あとはもうここにですね、あとペロシとですね、あとマフィアの大ボスであるペロシの父親、もう出てきたらですね、もうこれ完全にディープステートの式典じゃないのかということで、もうなんかね、もういろんな意味で盛り上がってました。ちょっとだけ楽しみになってきた。なんかあれだよね、これ、この、なんか雰囲気的にはですね、某テレビ局の24時間本みたいな感じですよね。なんだろうな、愛はテレビ局を潤すみたいな、あの番組ですね。あの番組と同じくらいのですね、うさんくささが漂ってまいりましたね、これ。もうむしろね、ちょっと楽しみになってきた。何が起こるのか俺楽しみになってきた。どんな顔して出てくるのかな、みんなね。いや、でもハンター・バイデンとのデュエットは本当に見たいな。で、息子の愛人がね、出したりとかですね、もうバイデン陣営やりたい放題がですね、スタートしている中ですね、やっぱりトランプさんはですね、ちゃんと動いてくれてます。もうあとですね、就任、もうね、退任するまでですね、あと5日間ぐらいですよ。5日間ぐらい。で、この中でもですね、アメリカの主要の4大機関がですね、中国共産党への制裁命令を発令しました。で、今回はなんとシャオミが含まれてるみたいです。はい。大手企業のシャオミね。どこの企業と比較するかというか言っちゃうとですね、ちょっとやばいことになるような気がするんで言いませんけれども。で、このね、これで、ね、ロトクスさんがこれ報じてくれてます。で、今回、アメリカがですね、トランプ政権ですよ。トランプ政権がちゃんと中国共産党に関して制裁をしているね、この内容というのはどんどん重くなってきています。で、今回どんな形で制裁されたのか、その制裁された企業というのはどんな形なのか、ロトクスさんが少しまとめてくれてるんで、これちょっとだけ読んでおきたいと思います。はい。で、アメリカ国防総省がシャオミをリスト入りさせたのは重大なニュースであると。このシャオミの背後にある企業こそが中国共産党が支配している企業なんだよと。もう要するにこれアリババであるとかシャオミであるとかテンセントなんていうのは民営企業を名乗っているけれども、これ完全に中国共産党が支配している企業ですよという形です。で、昨日のロトクシャさんちょっと書いてくれてたんでまた見てほしいんですけども、トランプ大統領が出した制裁命令の修正版について触れていた。この修正版は国防総省にブラックリストに載せる権限を与え、リスト
入り者企業は証券、証券デリバティブ、リスク保証会社すべてが制裁対象となるというものであると。うん、だからもう上場も何もできないんですよ。うん、で国務省は、関係者の米国への出入国の制裁を担当。で商務省は、関係企業とのあらゆる業務提携の制裁を担当。で財務省は関係企業とのあらゆる金融取引の制裁を担当しているという形です。で、アメリカ商務省の制裁を受けているこの中国海洋石油集団というのはどういう会社か。コマさん前の動画でこのね中国海洋石油集団、この御三家と呼ばれるこの石油集団、石油会社への制裁こそですね中国共産党にとって非常に重い罰になるという形でこう報道した報道というか動画を作ったと思うんだけども、この中国集団石油集団というのは主に海洋石油掘削や海洋採油事業を行っており、南シナ海では島の建設や商用輸送も行っている。中国共産党はその後建設された島に海上保安船や、中国漁船を配備して、外国船への威嚇や水路の封鎖、浅瀬や岩礁の占拠などを行っている。要するに中国共産党が出向いていくためのその事前準備を行っているような会社が、この石油会社なんですよ。ここに関しての制裁をアメリカはどん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 重くしていってるんですよね。もうねバイデンが浮かれている間こんな形でトランプさんっていうのは必死で中国共産党を抑え込もうとしてくれてるんです。ありがたいね。ありがたいよね。日本にとってはありがたいことこの上ないよ。でもなぜか日本の政府はね、中国人の出入りをね、全然まだやらしてるという不思議な状況ではあるんだけれどもね。うん。で、これらの制裁からわかるように、このリストにはですね、数千の中国共産党企業に影響を与えています。で、習近平がですね、なぜスターバックスの会長に変身して、新華社ネットに、大々的に宣伝したのかもこれでわかりますよね。それは習近平はすでに、アメリカがですね、中国共産党国営企業のサプライチェーン、資本チェーン、証券チェーン、金融チェーンを完全に終わらそうとしている情報を知っていたからなんだよね。うん、でこれ本当にねこの5日間で何とかして終わらせようとしてくれてますトランプさんは。うん、でこれはねでこれっていうのはバイデンが大統領になったとしてもですねこれの制裁命令を覆すことは不可能だそうです。不可能だそうです。中国共産党員に対してのビザの制限なんかもやってるでしょ。これはバイデンが大統領になったとしてもおそらくね制裁命令を覆すことは不可能で不可能だと報じてくれています。だからバイデンが大統領になったとしてもですね中国共産党への制裁はやまないとバイデンが止めることができないということを選んでですねトランプさんは今どんどん制裁をスタートしていってくれているという形です。とはいえですねもうバイデン政権になってしまったらどうなってしまうのかっていうのはすごく不安なところはあるよね。で今回珍しくですね夕刊富士山がですねバイデン政権が誕生した時に、日本としてどういう心構えをしておかなければならないのかっていうのをですね簡単に書いてくれてるんでこれもちょっと読みたいなと思います。バイデン政権の誕生は暗黒の4年の始まり。はい、もうまさにそうだよね。もうこんなもんは、もう黒魔術の、ね、なんだろうね、祭じゃん。なんかお祭りじゃん、こんなの。うん。まあ悪魔のお祭りみたいな形が1月20日で行われるわけだけれども、うん。で、対中政策の緊張感欠如が国際社会に危機を招く。日本は外交防衛の面で身構えるべきだというふうにおっしゃってくれています。で、注目すべきは、バイデン氏の政権基盤というのは盤石じゃなくて、息子のスキャンダルの証拠が中国に握られていますよね。うん。特に今回エロいスキャンダルだけではなくてウクライナとの問題であったりとかこのお金の面でのスキャンダルこれは非常に大きいよね。うん、でこの文章を書いてくれている宮崎さんというのは月のように分析をしてくれています。はい、バイデン氏は決断が鈍くアメリカ国内の分裂は防げない。確かにね。で日米関係は激しくきしむ、日本の産業競争力を削ぐとで円高政策も始まっていると、うん、で確かにそうだな。増税なんかもろにそうですからね。で中国への敵対的な姿勢は薄れロシアとの関係悪化などもあり世界構造は転換するというような世界情勢になるみたいです。では日本はどうするべきなんでしょうか。はい、バイデン政権による対中政策の緊張感の欠如が日本や台湾国際社会を中国の軍事的脅威にさらしかねない。人権問題で制裁に踏み切るとしても口先だけで終わる可能性が高い。僕もそう思ってます。人権問題に関してはバイデンさん昔からずっと言ってるんだけれども結局ね口先だけで絶対終わるんですよ。トランプ大統領みたいに中国企業にですね重い重い制裁を課したりであるとか中国共産党員をアメリカから締め出したりであるとかそういう具体的なですね実行は一切ないと思います。中国共産党はこういう、差別をやめなければならないということは毎日言うと思いますけど多分ね言うだけだと思います。はい。で日本というのは外交防衛の面でしっかりと身構えて中国に対抗するべきだと多くの人々が考えるきっかけにしてほしいと今回ねそのきっかけにはなりましたよね。だからねぶっちゃけアメリカとはね同盟国ではあるけれどもバイデン政権があるでは日本はね多分アメリカとねいい形での距離感を空けないとまずいと思う。でその間に憲法9条を改正してきっちりと自分たちで国を守ることができるような体制を築いていかないと本当にまずいと思いますよ。もう米軍トランプ大統領の頃ほど当てにはできないからね。
当てにはできないからね。で、そもそもアメリカだってね、その日本のを守るっていうのを第一にしてるわけではなくって、あくまでもアメリカ第一主義だからね。アメリカのために彼らは動いてるわけだから、いつまでもアメリカ言ってるわけにはいかないんだよね。いかないんだよね。しかもバイデンがまとめてるアメリカですからね。こんなんだよ。こんな自分の愛人をさ、大統領就任式に出してくるのはおじいちゃんだよ。おじいちゃんだよ。もうそんなやつをね、もういつまでも、そんなやつがまとめてる国とですね、もうトランプさんのようにね、が大統領だった時みたいに、仲良くはなかなかできませんから、もう自分たちでね、国を守るという体制を整えていかないといけないなということに気づいてほしいなと思いましてですね、この動画を作成いたしました。こんな感じでですね、熊さんですね、もうアメリカ大統領選挙のことはずっと追っていきたいなと思ってます。あと5日間で奇跡の大逆転起こればいいなと思ってますけれども、非常にそれは難しい状況だと思ってます。はい、バイデン大統領がですね、おそらく1月の20日ですね、ディープステートの式典の中で生まれてしまうでしょう。でその中にはですね、エプスタインオールスターズが山ほど集まってきますから、そのね、様子はですね、おそらく映像で流れると思います。誰が悪いやつなのか、もう悪いやつら大集合というのがですね、今回の1月20日の式典ですからね。これもう誰が悪いやつなのかというのをちょっと目に焼き付けておきましょうね、うん。でその上でですね、中国共産党に対抗するためにですね、日本は何をやっていけばいいのか、日本の政府っていうのは何をどうやって、日本の政府はちゃんとやってくれているのかっていうのをですね、コマさん動画にしていきたいなと思っておりますので、もしよければチャンネル登録をお願いします。というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。